かなり強いですね。どうあってもダメージが通ると。なんとしても数パーセントずつ。フォーミング2連。もう一回。ちょっとゴリ押しのようなリューシルでしたね今の。ダメージが取れればいいんでしょう。当たればオッケーと。ダッシュ。安易なジャンプにしっかり差し込んでくるが、ここでこれは倒せないと。素晴らしいこのコンボ。カメメニエトモトのグランドファイナル来ました。ちょっとかなり対策差が出たというか、おそらくは対策差もそうなんですけど、崖にソニックが追い込まれた後に、はい、空中後ろが結構ですね、ソニック側が感化できないといった状況が続いちゃったのかなと。1ストック目の空中後ろ3回はかなり勝負づけるような、はい、はい、というわけで、長い長い今日一日ございましたけれども、残すところあと1戦となりました。準備はよろしいでしょうか。参りましょう。梅村 SP3 最終決戦です。プレイヤーをお呼びします。敗者側からカメメ選手。これに対するは勝者側からニエトの選手。さあウィナーズ側では、まあトラブルはあったものの見事に2連勝ですよ。はい、ニエトのカメメ、この連戦の中で何か掴めるものはあったのかどうか。一度ルーザーズに、あ、首振ってますね。首振ってますね。僕の解説を遮って首振ってますね。ちょっと首振ってるんでちょっと怪しいですね。はい、ありますか。ファイターの変更は可能性としては、ファイターの変更ありますよね。なるほどね。根本的な、うなずいてますね。そういうことかもしれないですね。うなずいている。そんなこと言って買えないんでしょ。どうせどうせロックマン使うんだよ。ニエトノがウィナーズ、カメメルーザーズ、日本選手でございます。ニエトノが2連勝すればそのまま優勝、カメメが取ってグランドファイナル2です。いや、これはね、ニエトノかなり優勝近いですよ。近いですね。ですね。あ、でもカメメ選手もここから巻き返す策はもちろん用意していると。ヨッシーだよね。うん、ちょっとあのおいグランドファイナルですよこれ。本当にちゃんとして一気に緊張感取れましたよ。いいぞ始めても。ニードさんパックフラーかなり仕上げてきてるっぽいので、見えるルッチ見れるかもしれないけど、ちょっと連打しすぎてあそこまで行ったやつ初めて見たわ。マジかよ。まあ、こういうほのぼのとしてグランドファイナルもね、なかなか見れるものではないですよ。まあまあね、仲良し2人組ですから。はい、さあでは気を取り直していきましょう。キャラクター選択お願いします。といってもまあ決まってるんでしょうね。はい、今度はおふざけなしですよ。はい、よろしいでしょうか。ピチューとロックマンですね。ロックマン、あ、なかなか選ばない。さあでは最終決戦、梅村 SP3 グランドファイナル、カメメ VS ニエトの初めて参りましょう。お願いします。お願いします。さあこれはさっきまでね、結局ロックマンどっかでワンコンボツーコンボで追い抜かれてみたいな感じでしたよ。ただダメージレース的にはそこまで悪くはないんですよね。宇宙戦はどれだけダメージを貯められるかどうか、はい、PG に対して、あ、これは危なかった。撃墜の一手ってことですよね、はい、要は、まあ、崖の横スマ横強が、まあ、2、3回機能してましたけど、そこはどうしようもない。だからこそやられる前にやる、そんな流れも必要になってくる。ニュートラル外に出してちょっと苦しいんじゃないか。あ、危ない。
大丈夫。もう一回。崖硬いですね。ですね。ニエトのといえば崖。崖の上の兄さん。ニュートラル。ガードしても反撃はない。ジャンプ読んでいる。ここで外に出すのがニエトの。ターンを継続。期待値の高い行動を繰り返せばいつか勝てる。それが理論派ニエトの。ロックバスター。E にも返さず突っ込んでくる。空中ジョロ。この展開ですね。この展開になってくるともう横強は怖い。空母しっかり逃げるが、ニュートラル外に出して素晴らしい。やってきた。ここで見せてくる。これを待ってたんだと。いやー、やってきましたよ。これですよ。本当崖を掴んでおかしくない状況でどれだけ強気な行動を通せるかどうか。はい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 。まあ崖掴まり集中しますよね。ピチュー側当然下今日暴れメタブレ美味しい。 32% さあ先ほど立ち回りを変えてきたのがこうなすか。ギリギリ来てます。大丈夫か。崖つかまりなんとか。しかしもう一回今のジャンプ上がりでしたかね。ですね。ジャンプ上がりは、登った直後からもう無敵がないので、はい、あのような持続の投げ技当たってしまいます。持続いくつでしたっけ。8フレーム。ああすごいですね、うん、からの名電撃しっかりガード。おっと見合いになってしまった。つかまれたら危ないパーセントだったカメメン。上京狙ってました。できたがからのドリームコンボが始まるか。始まらず。攻撃しっかり確認したがちょっと暴発。飛び落とされて回避なんとか返ってくる。いい移動回避の使い方でしたがしっかりとですね着地してしまえば OK と。が外に出されるとまずいんじゃないか。おーリーシード。先ほどからこの着地ができる拒否のリーフシールドの使い方がうまいですね。ですね。相手が意識していないところでしっかりと横強外に出されるとまたまずい展開。横スマッシュ。これはもうどうしようもないですね。ですね。掴み届かず気がつけばニュートンが逆転。メタルブレードからの影響、はい、ダッシュ影響がピチューに対してはメタルブレードが1回しかヒットしてないよね、はい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 、その関係でかなり当てるのが難しそうにも見えますね。まあ2回3回当たればヒットストップの分だけロックマンが走る。おっとウエスマ反撃。素晴らしいこの判断。大丈夫か。 0%7% リッシュドッガードの硬いニエトの投げコンボちょっと落としてしまったがメタルブレード都市も空中処理で対応してるのが素晴らしいですね。ですね。しっかりと判定を先出しすることによってリッシュド美味しい。近づいてくるなと言わんばかりのこの飛び道具攻めだがいつかピシューの攻めが通る。回避させてニュートラル手堅く手堅くダメージを取っていく。ニュートラルから大丈夫か。大丈夫じゃないかもしれない。大丈夫。これは苦しい。ここでニュートの倒し切りたい。お腹についてる。大丈夫じゃない。投げてこれは中止だ。ギリギリだがおータイミングずらしました。今の復帰はうまかったですね。これここでステージ真ん中戻れたらかなり大きいです ね。逆転のチャンスです。ただ攻められるとギリギリ危ない。掴みは通さないニエトのグッチじゃん。大丈夫か。カメメ攻撃太いタク投げて雷。ここでも確定コンパーセントがたまればたまるほどですね。もう掴まれたらゲームセットに勢いはどんどん止まらないと。これがピシューの撃墜力。パーセントに応じて振る技がどんどん変わっていく。だが撃墜につながっていくとニエトの優勝にリーチ。カメメ止められるか。ヨッシー来ましたね。来ました。このロックマンではだいぶ苦しいといった状況で来ました判定。最終兵器ここで落とせば終わってしまう。カメメヨッシー吉と出るか京と出るか。ニュートラル 11% ヨッシーピチューに出すことによる利点っていうのはどんな感じですか。先ほども説明したんですが、はい、技の判定が非常に強いので、はい、電撃を消しながら
攻めることもできると、はい、さらにヨッシーコンボ火力がかなり高いので、はいはい、いかにピチューといえどもそれは逃れることはないと、浮かしてからのコンボをどれだけ与えられるかというところでかなり強い選択肢を通せる、はい、さらに、先ほどから駆られているその崖の読み合いを、はい、高いジャンプで拒否できるのが非常に光っていると思います、ね、なるほどね、まあ、2段ジャンプでアーマーがついてくる大ゆえダメージレースは、まあ、先ほどとあまり変わらない感じだが、ニュートラルしっかり確認している、これがニエトも落とさない、クーチしろ、ここですね、これですね踏ん張りアーマーといって、はい、踏ん張っている状態は威力の低い技であれば無効化してアーマーに耐えることができます。ヨッシーのみに許された特権、横強飛ばされる、帰ってこれるか、メテオうますぎる、卵でルートを作ってジャンプを飛ばせてから空中までやったんですけど、それも分かっていたとですね、あえて卵を投げさせてから狩るというこの我慢のニエトの空中後ろ 32% あっという間にダメージが加速する、カメメ苦しい、なんとか一足追いつけるか否か、ペロンからのジャク空中しろ、ニュートラルと噛み合うピシュー、まだ激戦しないが、この目どこかで倒したい、ジャク外に出して、あと踏み台からの事故、いい踏み台でしたね、ですね、空中ニュートラル当たらなくても踏むことによって点、はい、が取れると、空中ジャンプアーマーによって足で強気に崖外にもいける、そんな感じでしたね、上京体育危ないぞ、亀目なんとかイーブンの状況に戻したい、ニュートラル反撃優秀ですね、あの空中ニュートラルは優秀ですね、発生も早ければ安定も硬いと、安定も硬いからの着地134、ステージ中央であればまだ大丈夫か否か、投げ大丈夫、今度は即回避で避けました、今のは2択でしたかね、ですね、横強ダッシュに合わせているニュートのしっかりと相手の動きを読んでいる、このリーチですよ、これはニエトの近づいてきた悲願の優勝、帰ってくる素晴らしい復帰ルート、ニュートラか、はい、電撃を消すのが若干大変そうですね、なるほど、判定勝負できればいいという話でもないよ、ここスマッシュまさかの追いつきましたね、追いつきました、 38% であればワンコンボからの何か指導が欲しい、カメメダメージを加速させたい、空中後ろは当たらない、空母反撃66、苦しくなってきた、なんとか弱心からジャク、この読み合い勝ちたい、ガンガード硬いですね、投げなら OK と、ニュートラルジャク暴れ、これは美味しい、タウン美味しい、下スマッシュですね、やってきました、やはりああいう火力が後々響いてくると、おっとこれはまずいんじゃないか、ニュートラル外に出されて、ちょっとこれまずそうです、大丈夫か、読んでいたというわけで第3回梅村 SP 優勝はニエトのピシューです、おめでとうございます文句なし、素晴らしい、勝者側に残ったまま優勝、カメメ無理無理と、まあまあピチュー6番苦しかったか、はい、というわけでまあ勝者敗者ね、一言ずつ語っていきましょう、いただきましょうか、はい、それでは、まず亀目選手からお願いいたします。ニエトノさん一ついいですか、4月震えて待てアップデが来るんだピチューはっていうのは置いといて、まあ、久々にニエトノさんと対戦できてこういう場で、まあ、マジで楽しかったです、まあちょっと悔しいんですけど、まあちょっと限界ですねこれが僕の、まあでも2位取れたんで、本当最近振るわなかったんで久々に2位取れて本当嬉しいです、ありがとうございました。いや超久しぶりに優勝できて本当に嬉しいです、今日まだ1本も取られてないんですよね、でピチューが強すぎて、まあピチューって本当に強いキャラで強い強い言われてるのに結果出してないから、本当にこのままアプデが来たらかわいそうだなと思って、最後に結果残せてよかったです、ありがとうございましたすみません、それでは、決勝戦ったお二人にもう一度大きな拍手をお願いいたします。
というわけで戦いはここまでですが、表彰式がございます。3位の方、はい、ありがとうございます。表彰式の受け渡しございますか。スタッフの方、表彰式に詳しいスタッフ、少々お待ちください。